スウェーデンの国旗、スウェーデンの国旗には青字に金のスカンディナビア十字が描かれている。金十字旗とも呼ばれる。このデザインと色使いは1442年に制定されたスウェーデンの国章に由来するものであると考えられている。この国章では青字が金色のクロスパティで四つに区切られており、デンマークの国旗に習ったものであるとされる。ただし、 青と黄色の色使い自体は、少なくとも1275年に制定された、スウェーデン王、マグノス三世の王室の紋章ですでに使われている。この国旗に使われた色については、青は澄んだ空、金は、キリスト教、自由、独立を表すとも言われる。国旗及び市民旗の形状は、全体が五八または十時十六分の長方形で、その中に水平方向には五 2,9, 縦方向には4,2,4で、青、金、青の配色がなされている。軍機及び軍艦機は3つをとなっており、全体の縦横比は 1,2, 縦方向の色使いの比率は、国旗と同様である。また、水平方向については、5,2,5,8で、青、金、青、3つをの比率となる。同デザインのやや小サイズのものが軍艦用国籍器。 監修器としても用いられる。国旗で使われる色は、ナチュラルカラーシステムに基づいて公式に定められており、金色が NCS0580Y10R、青色が NCS4055R95 バイトとなっている。また、この国旗を正方形にカットしたものが、市民用海上機、商船機として用いられることもある。スウェーデンの法律では、 スウェーデンのペナントのデザインは定まっていないが、色使いはこれらの旗に準じたものにすることを推奨している。スウェーデンの軍旗には国旗を三つ層の塩味型としたものが使用される。この軍旗の中央比は塩味部分を含めて1、2である。この旗はスウェーデン海軍の国籍旗、艦首旗としても使用される。この国籍旗は 旗の大きさは軍艦機のものよりも小さいものであるが、その他の形状やデザインは軍艦機と同一である。この軍艦機で使用される塩技型の旗はもともとスウェーデン王個人の象徴、もしくはスウェーデン王配下の部隊を代表する象徴であったと言われる。この旗は当初2つおのものが使用されていたが、17世紀中頃より現在の3つおの旗が使用されるようになった。 スウェーデンの省庁では、基本的に通常の長方形の国旗が形容されているが、スウェーデン国防省では、こちらの三つ王の軍旗が掲げられる。スウェーデンの王室旗は、三つ王塩備型の軍旗と同一のものである。ただし、通常の場合、その中央に白い領域が設けられ、の紋章が配置される。これは、スウェーデン王がスウェーデンの統治者であることを表している。 スウェーデン王は、この王子付きの使用場所などを、個人の裁量で決めることができる。神話によれば、12世紀のスウェーデン王、エリク九世が、において、1157年に訪れた、フィンランドの地で、青空に、金十字を見たという古字に由来するとされる。この金十字は、神からのメッセージであるとして、エリク九世は、自身の旗印として、青字に、 金十字を施したものを使用するようになった。ただし、金十字は、後年に実用性などの面から、黄色の十字に変更されている。この神話に関する問題としては、この神話に関する部分について、現在まで残る十字軍の記録には、記載がないこと、また16世紀中頃になるまで、このデザインの旗について書かれた絵や記録が残っていないことが挙げられる。この、 スウェーデンの国旗の起源については、他にも、スウェーデンの旗がおそらくは、デンマークの国旗に対抗した旗であるという説が、唱えられている。この説では、スウェーデンの旗は、スウェーデン王、カール8世の時代に作成されたとしている。これらの他に、歴史家の中には、1420年以前のスウェーデンの旗は青字に、白十字を用いたものであったと述べるものもいる。 その説によれば、1521年にクリスチャン二世を廃止、スウェーデン王となったグスタフ一世の統治時代の初期に、白十字が金十字に置き換えられたと述べられている。スウェーデンの国旗がいつ頃作成されたかについては、正確な記録がなく不明である。しかし、青字に黄色い十字のデザインのスウェーデンの旗が描かれた最も古い絵画として、 グスタフ一世の統治していた時代である16世紀初め頃に描かれたものがある。この絵画の中で描かれている旗は、ツ王の塩味型の旗である。また、最初に法的に国旗のデザインについて定められたのは、1562年4月19日に出された王室布告によるものが最初である。この布告において、国旗のデザインは、青地に黄色い十字と定められた。 さらに、1569年に王室布告において、この奇十字は常にスウェーデンの軍旗、旗印となった。これ以前において、ヨハン三世の広告の文章において似たような旗を見ることができる。このヨハン三世の広告は、今日の南西スオミに存在していた。この文章は、現在の南西スオミ県の県章として、未だに使用されている。 1620年代のグスタフ2世、アドルフの時代になって、初めて、青地に、奇十字の二通の旗が、スウェーデン戦に掲げられて、委託を証明するものが存在する。17世紀中頃から、二通の旗に代わって三つ王の旗が使用されるようになる。1663年11月6日の王室布告では、三つ王の旗のみを、 国旗及び軍艦旗として使用するように定められた。これと同じ布告において、商船は、おのの州の色をした、正方形の旗を掲げることのみが許された。しかしながら、実際問題として、商船団は三層の国旗を正方形にカットしたものを、商船旗として使わし始めた。1730年の造船に関する政府の命令において、この商船旗は、 国旗と同じ比で同じ色を使うこととなった。大きな違いとしては正方形にカットされている点が挙げられる。1756年、個人戦におけるペナントの使用が禁止された。これは本来は武装した船であることを示す。軍艦機が民間の小船隊でも使用される、違法状態が状態化していたことが指摘されている。 1761年8月18日の王室布告では、青一式で三つを塩味型の旗を、として使用することが規定された。この旗は、スウェーデンの海岸線に沿って、領海内の軍刀の警備を行っていた、水陸両用師団の片舟や商法官で掲げられた。奇妙なことに、スカーガー・ツ・フラットンの司令官は、ふさわしいとされた時には、青一式の海上機の代わりに、 これまで使われてきた通常の軍艦機を使用することが正しいされていた。この青一式の海上機は1813年まで使用された。1814年にスウェーデンはノルウェーと連合王国であるスウェーデンイコールノルウェーを成立させる。1815年6月6日、スウェーデンとノルウェー両国は軍艦機を導入した。この旗は それまで使用されてきた三つを塩味型のスウェーデンの軍艦機と類似した旗であり、それまでのスウェーデン軍艦機の艦艇に赤字に白のサルタイヤーが書かれたものが追加している。この旗はノルウェー首相であり、連合論者でもあったによって提案され、赤字に白のサルタイヤーはノルウェーのシンボルであると考えらる。これはノルウェーが過去にデンマークとの同訓連合、 デンマークイコールノルウェーを組んでおり、その同訓連合が解消し、ノルウェーが独立した後も、デンマークの国旗の関東に国章を追加しものを、ノルウェーの国旗として使用していた。ノルウェーの一般の船舶は、フィニステレ・ミサキ北では、デンマークの商船機と区別するために、このデンマーク国旗に国章を追加した旗を使用し続けた。しかし、地中海では、海賊から身を守るために、 スウェーデンの商船機を掲げていた。そのため、このスウェーデンとノルウェー双方の国で統一の商船機が1818 18年に導入された。この商船機は3年前に定められた軍艦機を長方形にしたものであった。この商船機はスウェーデンの船舶では使用は任意であったが、ノルウェーの船舶においては遠方の会場でこの商船機を掲げることが義務付けられた。 1821年にはノルウェーは新しい国旗を採択した。その国旗は今日使用されているノルウェーの国旗と同じデザインのものである。1821年7月17日にノルウェーの新しい国旗が採択されたことに続いてスウェーデンとノルウェー両王国の船舶は1818 18年に導入されたサルタイヤーを含む長方形の小船機を 遠方の海上、フィニステレ岬より遠方で使用することが定められた。この遠方の海上、においては、各船舶は、それぞれの所属する国家の長方形の小船機か、スウェーデンイコールノルウェーの小船機のどちらかを使用することが正しいとされた。このシステムは1838年まで継続された。1844年6月20日の王国決議により、 新しい旗と紋章が導入されることが決定した。これらはスウェーデンイコールノルウェーの両王国が同等の地位であることを示すものであった。両国家では同じパターンで作成された朝鮮旗、軍艦旗が採用された。これはそれぞれの王国の国旗の関東儀を追加したものであった。この連合王国旗自体は スウェーデンとノルウェーのそれぞれの国旗を組み合わせたものであった。また軍艦機はこれらの国旗をスウェーデンの軍艦機に由来する三つを塩味型にしたものでった。加えてこの新たに作成された連合王国の基礎は海外における外交の場面や海軍の国籍機としても使用された。この規定により各国家の小船隊は それぞれの国家の国旗に連合王国の旗を追加した長方形の小戦旗を掲げることが定められた。また、両王国にそれぞれ王室旗として、各々の国の連合王国の気象の入った軍艦旗の十字の交点に連合王国の国章を加えた旗が導入された。この新しい旗は、ノルウェー人たちの間では、好意的に受け入れられた。彼らは、 スウェーデンとノルウェーの連合王国が成立した時から彼ら自身の軍艦機を導入することを求めていた。その一方でスウェーデンにおいては実際のところこの新しい連合王国の気象が一般に浸透ることはなかった。そしてニシンの鈴木にレッドビートとリンゴを放射状に添えたカラフルな量にちなんで軽蔑的にスウェーデン語もしくはノルウェー語というニックネームが付けられた。 このニックネームは、ストックホルムのにおいて、ブロックル卿によるスピーチで最初に使われたと考えられている。19世紀の間、スウェーデンの国旗の使用に関していくつもの決まりが定められた。軍艦機は、税関や水先人のような政府機関の船舶や建物でも使用された。この使用のため、軍艦機は、金色のマーカーに白い領域が設けられた。水先人のために、 星の刻まれたアンカー1825年の提案をもとにして1881年より使用税関のためにはアルファベットの T が王冠の上に付けられた紋章1844年よりまた郵便章では王冠と郵便ラッパが追加された1844年より1897年5月7日には別の国旗が導入された これは、日王の旗で、三つ王の軍艦機を掲げない、政府所有の船舶や建物で使用された。19世紀終わり頃になると、ノルウェーの連合王国に対する不満が高まり、同時に国旗を1821年に制定された、元々の国旗に戻ることを求める機運が高まった。連合王国に反対する人々は、 この1821年に制定された元々の国旗を公式に分かっているだけでも、この数年前から使用し始めていた。1890年代になると、2期連続で、ノルウェー議会は、連合王国の起承の廃止、つまり1821年に制定された国旗に戻す法案を決議している。しかし、その決定は、連合王国の拒否権によって却下された。 しかし1898年、その国旗を元に戻す法案が3回目の通過を果たすと、スウェーデンイコール、ノルウェー連合王国国王である、オスカル2世はその案を認めざるを得なかった。1899年10月11日、連合王国の起承は、ノルウェーの商戦期から削除された。しかしながら、軍艦期については、1814年の、 連合王国成立に従って制定された軍艦機のように連合王国の希少が残され、スウェーデンとの連合王国が解消されるまで使用された。純粋な軍艦機は1905年6月9日から要塞や軍艦で使用されるようになる。しかしながら、この連合王国の希少は、スウェーデンの国旗には連合王国が解消される1905年まで残された。 国旗に関する法律は1905年10月28日に通され、同年11月1日より、連合王国の起承は正式にスウェーデン国旗から削除された。1905年11月1日、三つを塩尾型の旗がスウェーデン軍艦の国籍機になった。さらに1906年6月22日に制定された国旗に関する法律によって、 国旗のデザインや使用についての規定が定められた。この時制定された国旗は以前の旗よりも明るい青色が採用された。このスウェーデンの国旗は長方形の小扇旗ともなった。さらに三つを塩味型の旗を個人的に使用することは合わせて禁止された。通常の旗竿に国旗を形容する際は国旗の幅は 竿の高さの4分の1のものを使用することが推奨されている。また、何らかの建物に設置されている、旗竿の高さ、長さの3分の1の幅の国旗を使用することが推奨されている。また、国旗を形容するのは日中のみとすることが強く推奨されており、遅くとも午後9時までとされる。ただし、もし国が戦争状態にある場合は、夜においても、 国旗を掲げることが推奨されている。スウェーデン国王と女王は大きなスウェーデンの国章が配置された国王旗を使用する。また、国王と女王以外のスウェーデン王室の人間はそれよりも小さい国章の略称が配置された王室旗を用する。また、国王が上官している艦船においては大きなスウェーデンの国章と二つに分かれたペラントの旗が形容される。 同様に、王位継承者が上官している感染においては、小さい国章の略称と二つに分かれたペナントの旗が形容される。スウェーデンの王国元帥は、スウェーデンの王子付きに関する一連の決定を発表している。1987年4月6日の決定では、ストックホルムの王宮において、どのように王子付きを形容するかに関するルーであった。 原国王のカール十六世イグスタフは1973年から国王となっているが通常の三つを塩味型の旗が王宮で掲げられたことが現在までに一度だけあった。これは1988年7月2日から7月3日にかけてであり国王はドイツのブッパータールを使用で訪れていた。この時国王のおじで王位継承形を持ち 公務を代行することができる。ただ一人の人物ハランド・コー・ベルティルはフランスのを訪れていた。このため政府は議会の議長に2日間臨時接掌を務めるように命令した。かつて国旗を個人的な団体での使用禁止に関していくつかの有名な例外があった。これらすべては1906年6月22日の新国旗の規定の制定の際にすべて廃止された。 アメリカ合衆国のデラウェア州ウィルミントンの旗とペンシルベニア州フィラデルフィアの旗はスウェーデンの旗をモデルにしていると言われる。これは過去に存在したニュースウェーデンと呼ばれるスウェーデンの小さな植民地を記念していると言われる。ウィルミントンの旗は十字の中心に街のマークが貼り付けられている。またアルゼンチンのサッカークラブボカジュニアーズの旗と色合いは スウェーデンの旗にインスパイアされたという話もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。